多摩大学附属ひじりが丘中学校、高等学校は、東京都多摩市ひじりが丘4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校では、中学からの進学者と高等学校から入学した、外部進学生を混合したクラス編成とする、併設混合型中高一貫校。通称は、多摩大ひじりが丘、多摩大生。 玉井寺。1988年、学校法人田村学園により、ひじりが丘高等学校が設立された。翌年4月の玉大学設置に伴い、玉大学附属ひじりが丘高等学校へと、改唱。1991年4月に中学校を開校し、現在に至る。中学、高校は、同校社内で運営されているほか、同式地内に、 多摩大学が設置されている。自主研鑽健康迷路敬愛奉仕の教育目標を掲げ、1学年120名程度の少人数教育を行っている。学園科、この輝ける日々よは、悪友作詞、三木隆作曲である。2008年に東大合格者を輩出した後は、進学実績において、やや低迷したが2014年以降、 図書室の夜間学習開放や卒業生が在校生の学習をサポートする学習コーチャー制度などの学習支援施策により30%程度だったグマーチ理科大合格率が4年間で倍増するなど着実な進学実績の向上が見られる。また本物から本質に迫る教育として中学校では100を超える実験実習がある。その他にも書写教育では 中学3年までに、皇室、毛筆書者検定2級への合格を目標としている。2011年には、毛筆書者検定1級に、高校1年が合格したほか、成田山教書大会で、内閣総理大臣賞を受賞、読売処方展への入選も果たしている。高校への内部進学基準では、官権、英権、数権のいずれか3級取得と、 約4000字の卒業論文の提出を必須としている。なお、長山駅、成績桜ヶ丘駅より、スクールバスが運行されている。また、若葉台駅や春日野駅から徒歩で登校する生徒も、いる。千葉県調鮮郡白子町の宿泊施設において、中学校の新入生を対象に3泊4日の日程で行われている。グループワークなどをすることでお互いの親睦を深める。 ことが目的であり、新入生は原則全員参加である。以前は、長野県千の下手品で行われていた。例年5月の第2日曜日に実施される。体育委員会と有志の生徒によって構成される、体育祭実行委員会のもと、中か,か合同で行われる。生徒は、中学1年生次に赤、白、青の3組に振り分けられ、6年間その組に所属する。 方式をとっている。夏休み期間に行われる体験型のサマーセミナーである。タイトルは H 探求から取られている。通常の授業形式とは違ったアクティビティ、文化体験、フィールドワークや宿泊を伴う講座が30種類以上用意されており、講座によっては学内の教員だけでなく、大学教員や実務での活躍実績のあるものが、 教員として招聘されることが多い。これまでに開かれた講座の一例として、被災地医療を考える、ブルーベリーの未来、伝統芸能を見に行こうといったものが挙げられる。なお、高校3年生は、これとは別に、8月に大学受験リレー講座が実施される。例年9月中旬に実施される、文化祭である。制祭と呼ばれており、会期は2日間である。 生徒会役員と有志の学生によって構成される文化祭実行委員会が中心となって運営されている。高校3年生は参加しない学生がほとんどであるが、有志で企画が実施される場合もある。クラス単位の企画のほかに、文化系の各部や一部の運動部、同好会、有志などが参加する。10月に高校3年生を除く各学年で修学旅行や、 宿泊研修などが実施される。中学1年、3年、高校1年生は日帰りで校外学習が行われるが、行き先は年によって異なる。中学2年生はイングリッシュキャンプに参加し、川口湖周辺のホテルで3泊4日宿泊し、英語以外使えないという状況の下で、英語力の向上を狙う。高校2年生は、 修学旅行に行くが学生ごとに3方面に分かれていき、学年合同で行動することはない。12月の期末交差後にパルテノン玉で実施される。中学1年生から高校2年生までが参加し、中学生は課題曲とクラスごとに選定した自由曲、高校生は自由曲のみを歌唱する。クラス対抗であり、優秀なクラスには中学高校別に金、銀。 同章が授与される。なお、同様に指揮者と伴奏者にも同様の形式で章が授与される。体育祭や文化祭と同様に各クラス2名の代表で構成されている合唱コンクール委員会が存在するが、委員は合唱コンクール自体の運営よりも、自らのクラスで練習などを仕切り能力向上を目指すのが主な仕事である。以前は11月中旬に実施されていた。 中学入試募集人数は120人。入学試験は一般型が5回、適正型が1回あり、一般型は2020年は2月1日、2月2日、2月3日、2月5日で実施予定である。試験科目は国語、算数、理科、社会の4教科あるいは国語、算数の2教科であり選択できる。配点は、 国語と算数は100点ずつ、理科と社会が50点ずつの300点満点で行っている。なお、試験で上位5%に入った受験生は特待生に認定される。一方、適正型は試験科目は適正 i、適正 i であり、公立中高一貫校の問題に準じている。それぞれ100点ずつの200点満点である。高校入試募集人数は20人。 国語、数学、英語の三教科とグループ面接である。配点は国語と英語と数学が100点ずつの300点満点である。2月下旬から3月上旬にかけて14日間の日程で行われている。中学3年生が参加し、観光も行うが、ほとんどの期間をホームステイ先や現地の学校で過ごす。滞在先は北島の北東部である。 なお、この行事に先立ち、ニュージーランド直前研修が行われる。ありがとうございます。